乃木坂46の梅澤美波、遠藤さくら、田村真由が27日、都内で行われた CM 発表会に出席。遠藤と田村が元メンバーの秋元真夏、斉藤飛鳥からの引き継ぎを報告した。遠藤さくら&田村真由、秋元真夏&斉藤飛鳥から引き継ぐ出演する新 CM 内で、果物推しの梅沢、お米推しの遠藤、お花推しの田村は、オリジナルのつなぎを着て登場。梅沢は、私も普段、毎日フルーツを食べていて、家に何種類ものフルーツを置いてあるぐらいすごく好き、と明かし、良い匂いに囲まれながら、素敵な環境で撮影させていただいております、と撮影を振り返った。遠藤は、秋元真夏さんから、お米推しを引き継がせていただきました、と報告し、私の好きなみたらし団子やおせんべいなどもお米から作られていて、お米推しとしてはとっても嬉しいです、とにっこり。田村も、斉藤飛鳥さんから、お花推しを引き継がせていただきました、と伝え、普段からお花をいただいたり、プレゼントすることも多いので、たくさんの方にお花の魅力をたくさん伝えていけたらいいなと思います、と挨拶した。バル、梅沢みなみ、田村真由に嫉妬また、誰に、推しの食材をプレゼントしたいか、と聞かれた梅沢は、隣にいる、作、遠藤に、イチジクがすごく大好きなので、生のイチジクを一緒に食べたいです。どうですか?と遠藤に確認。遠藤は、お願いします。と目を輝かせた。同じ質問に遠藤は、私はお米推しなんですけど、じゃあ横にいる田村真由ちゃんに。私はしんすけちゃんがおにぎりが大好きなのを知っています。なので、炊きたてのお米で私が握ってあげて、ちょっと食べさせてあげたいなっていうのはあります。と回答。田村が、ご褒美ですね、私にとって、と喜び、梅沢が、ずるいかも。私にも握ってほしいかも、と嫉妬すると、遠藤は、わかりました。二つ握ります、と微笑んだ。今度は田村が、私は梅沢さんにお花を。日頃、メンバーのためにグループのために頑張っていろいろとしてくれているので、お花の癒す力を梅沢さんに渡して、プライベートでもたくさん癒しをもらってほしいなって思います、と話すと、梅沢は、待ってました。ありがとうございます、と笑顔を見せた。